今回の CM では探偵になってタバカまつげの秘密を探りました。虫眼鏡を使っての撮影だったのでザ探偵みたいなことができてすごく楽しかったです。謎が解けた時のスッキリ感とかを意識して演じてみました。スッキリ感伝わりましたでしょうか。簡単にタバカまつげが作れるところです。初めて見た時はメタル昆布って思ったんですけど、小回りが効いてすごく使いやすいし、ピッチが細かいのであっという間に綺麗なタバカになるんですよ。でしかも重ね塗りで自分好みのタバカを作れちゃうんです。一度塗りでピュアルック、二度塗りでキュートルック、三度塗りでアイドルックで、私が好きな仕上がりはキュートルックです。01番はしっかりとしたブラックなので目力を出してくれるんですけど、新色の03番スイートブラックは主張しすぎない絶妙なグレッシュカラーでこなれ感を出してくれます。その日のファッションとか気分で使い分けたいですね。解明したい謎は、なんか普段はそんなに思わないのにダイエットするぞってなったら急にお腹が空くことです。あれなんでなんですかね。なんか一人前で普段足りてるのになんかお腹いっぱいならない気がするというか、なんかダイエット決意した途端食べ過ぎちゃうっていう現象、結構同じ謎抱えてる人多いんではないでしょうか。うん、あれ解明したいな。ということで新 CM どうぞ。どういうことって